皆様こんばんは。列車の中からお送りしていきたいと思います。ゆうなやさん、かぶさん、お天気観察お疲れ様ですね。雪たくさん降りましたね。雪が見られてよかったですね。また窓辺の猫さんも いますね、すごい雲が出てきていましたね。落ちてきそうですね。あられが降ったんですか。氷じゃなく ないんですね。かぶさん、撮影しながら滑って転ばないように気をつけてくださいね。そしてかぶさん、月面着陸のスリムが、着陸のために減速し始めてるみたいですよ。おお、8時間前ですね。はい、ちょっとということでもうすぐなのかな、つまり。かぶさん、今日は飛行機雲がたくさん見られたみたいですよ。これは下り坂の印ですか。それから出雲駅伝の出場選手に、ドーピングがあってチームは失格になったみたいですよ。残念ですね。これちょっと残念ですね。本当にびっくり。これ一体どういうドーピングだったんだろう。飛行機雲はね、下り坂の印ですね。温暖前線が近づいてたりとか上空が湿ってきている証拠なんで、多分下り坂になることが多いと思いますよ。のりこさん、どうもです。かぶくん様、ブルージュが雪降ってなくともとっても素敵な街並みに感激でしたよ。また行く機会があったらみたいです。かぶくん、演歌からビースまで幅広いジャンルが歌えてすごいですね。いっぱい楽しい時間を過ごしてくださいね。そういえばジェイソン・ブラウン、まだ頑張ってくれてるんですね。 GPS には出ていなかったので、もしかしたら引退をしてしまったのかなってちょっと心配しておりましたが、よかったです。私は2000、これすいません、のりこさんね、フィギュアスケートの話でもう一回紹介しますね。後半部分。はい、そう、カラオケあんまりね、歌わないんですかね。まあ、幅広い、結構音痴なんで、あれですけど。はい、アトベヨーコさん、どうもです。カブくん、こんばんは。今日、1月19日は119番の日なんですね。私は119番はかけたこともありますし、救急車に乗ったこともあります。あまり良くないことなんですが、ちなみに、かけた方は姑が転換で倒れてびっくりしてかけました。私が救急車に乗った後は子宮から血が止まらなくなり、町医者から地域の多い病院とその大きい病院でお手上げで、新潟でも5本の指に入る大病院へ1日2回救急車に乗るというあまり良くない経験をしました。大丈夫だったでしょうかね。ちょっと心配ですね。つまりその病院から病院へ救急車に運ばれるっていうこともあるんですね。そういうこともあるんだ。空影さん、こんばんは。お天気観測お疲れです。でした。ロスタンドやブルージュでも雪が結構降ったようですね。今後も雪が降る日が続きそうでしょうか。先ほどニュースを見ていたら、アメリカでドカ雪が降った地域があるそうです。それと今朝感じ忘れましたが、今日は最高気温7度でしたと。アメリカとカナダで結構降ってるみたいですね、今ね。なんか今年はかなりの大雪らしいですね。残念ながらオスタンドやブルージュ含めたベルギーはちょっと雨が予想されて雪が続かない感じになってますね。テラさん、どうもです。今日の夕方、中学生の娘を迎えに、学校近くの図書館に行きました。多目的スポーツで待っていた、娘を見つけ入ろうとした時、60代半ばぐらいの男性が入ってきました。どこにでもいそうな普通の男性です。その人はフロアの隅っこにポツンと置かれているピアノに座ると、静かにピアノを弾き始めました。越路吹雪さんの曲、愛の讃歌。とっても素敵で、たったまま聞き入ってしまいました。そこは私たち親子と学生さん3人しかいなかったんですが、本当にかっこよく素晴らしい演奏で、この数人数で聞くにはもったいないくらい、レアな体験ですね。残念ながら私たちには用事があり、その1曲しか聴けなかったんですが、こんな田舎の小さな町にこんな素敵な方がいらっしゃるなんてと嬉しくなりました。こうやって時々来てピアノを弾いているのかな。来週の金曜日も同じ時間に行ったら会えるかもしれません。ちょっとファンになってしまいました。素敵な体験でありがとうございます。なんかストリートピアノっていっぱいいるところでなんかイメージがあったんですが、違うんですね。そういった逆に少人数っていうのもなんか逆に雰囲気があっていいかもしれない。ちょっとでも僕が動画撮っちゃうかもしれないね。
こんばんは。カブさんと登録者の皆様へ、コメントを見れて私も入りたいなって思っておりますが、入れますか？私は大阪74歳のおばちゃんですが、佐藤ニックネーム、佐藤さんこんにちは。僕のチャンネルってどなたでもコメント OK なんで、入る入んないってないんですよ、決まり、そういうね、あれが。だからぜひ自由に、気になることをコメントしてくださいね。これは羽生くんのコメントか、羽生くんの動画のコメントですね。ぜひ自由に、鍵がね、カブくんの家飼ってないんですよ。はい、まあ無用心とも言われますけどね。はい、サラタエさん、カブさんも、カラオケで歌う曲のジャンルが幅広いですね。ビーズやキンキキッズなどに加えて演歌も歌える曲あるんですね。日本には短時間の利用や一人でも、カラオケを楽しめるコースがありますので、気分転換に歌ってスッキリするのもいいのかもしれません。私に関してはジャンルは幅広くて、パンプオブチキン、ガリレオガリレオかなどのロックバンドの曲や、スピッツ、ユズ、生き物がかりなど平成時代の名曲や、定番曲、合唱曲、テストや旅行に関連するある楽曲など、幅広く歌います。その曲がよく歌う曲は中島みゆきさんの地上の星、ヘッドテールライトや XJAPAN のフォーエバーラブなどです。演歌や昭和歌謡の曲に関しても、毎回1、2曲ほど歌うことが多く、歌う曲で多いのがスリラさんですかね、スリラさん、太郎さんの俺は問題ないのすけですかね、問題ないのすけや一人旅、堀之内さんのかくれんぼ、美空ひばりさんの川の流れのようにです。今年に入ってからまだ一度もカラオケ行ってませんが、今年も歌唱力の向上を目指したいところですと。なるほど。美空ひばりさんの川の流れのようにいい曲ですね、確かに。地上の星なんかもね、ちょっとでもね、今ね、あんまりどんな歌が流行ってるのかとかちょっとあんま分かんないですね。結構アドちゃんとか流行ってるっぽいですね。アニメ曲だったら遊戯王デイリーモンスターズの時に流れていた曲なんかはちょっと歌ってみたいかな。そして2021年に山梨県甲府市で発生した、犯行当時19歳の男による放火殺人事件の被告の氏名はもちろんのこと、顔写真に関しても公開されています。今回の判例によって、たとえ18歳や19歳の特定少年だっても、凶悪での悪質な事件の内容の場合には死刑判決が下されるという可能性があるということは、明確な基準を示した形になると思います。少年法が改正される前にも18歳や19歳の犯行による殺人事件で、死刑判決が、下された事例はありましたが、これまでは実名公表は一切禁止となっていて、稀に収監したのがルール違反を犯す形で実名公表をしているケースがありました。現在は、少年法が改正されていますので、検察官が実名公表に踏み切った後であるならばルール違反ではありません。なお死刑判決が確定された後も何十年も執行されずに拘置所に拘留が続いているケースも少なくないのが現状であります。少年死刑囚と言われている死刑囚の中には現在75歳になっている人までいる現状があります。最終的な死刑執行の許可は法務大臣のゴールサインとなるため、法務大臣が命令は降りない限り執行することはできませんと。そうですよね、結構なんか平均で死刑執行されるのが7年っていうふうに聞いたことあります。7年ですね。昔は結構早かったらしいですね。最近は遅くなってる傾向なんですよね。あと死刑になりやすい、すぐ死刑になりやすい、すぐ死刑になりにくい人も結構事件によって分かれてるかなっていう印象を受けますね。こんにちは、こんばんは。カブくんへ、素晴らしいチャンネルを見つけました。 YouTube ANN ニュースチャンネルです。今ライブ中ですと。なんと日本初、月面無人探査機スリムが月面に降りず軌道態勢に入っているそうです。月面に着陸予定は日付が変わって1月19日の深夜から1月20日土曜日の0時20分になるらしいです。成功すれば世界で5例目になるそうです。無人ですが日本では初です。一つ成功すれば、月の何かを、持ち帰って研究ができます。そうすれば未来の有人探査機の可能性も広がります。人が生きていくには
夢と希望は大切です。こちらのチャンネルは、では、現在関係者の男性が待機中です。なるほど。あと1時間くらいです。みんなで世紀の一瞬を分かっちゃいましょうと。ってことはコメント1時間前でしたから、今、ちょうど今あたりですかね。もう着陸しちゃったかな。ねえ。歴史的な瞬間ですね。はい、そして 195T さんのコメントで、宮崎県ではなかなか雪が降らないと言われていましたが、確かにその通りだと思います。九州地方の中でも沖縄県に梅雨で雪が降る可能性が低いような感じがします。宮崎県内で最も雪が降る可能性が高い地域は高千穂あたりの北部の山沿いになりますが、そうめったに降るわけではないようです。ちなみに宮崎県のお隣、鹿児島県は霧島あたりで降雪がたまにあるようです。先月、旅行で宮崎県に行きましたが、まるで夏のような気温で暖かいどころか、汗をかくくらいの朝でした。最高気温は23度くらいあったと思います。これはでも極端ですよね。いくら南九州とはいえ、12月にこのような高温を経験をしたのは、かなり異例だったと思います。この頃は全国的に異例の高温となっていました。宮崎県や宮崎空港駅を歩いている人の中には、半袖半ズボンの方もいて、まるで7月とか8月のような光景を12月に見るというシュールな経験もしました。いや、これは異常ですよね、さすがに。宮崎であっても多分これは異常だと思います。宮崎県の場所的に冬型の気圧配置が強まってもそんなに雪雲は来ないんですよね。鹿児島県の方がむしろ、ちょっとこう、日本海側っていうか、まあ、ちょっとね、ちょっとだけこう、外側に面してるんで、結構寒気の影響を受けるんですよね。あ、カブ君急いで月面無人探査機がもうすぐ月面着陸する。あと30分しかないと。YouTube ANN ニュースチャンネルで。ちょっとこれもう過ぎちゃったかもな。はい、皆さん見ました？これ。ちょっと僕見なかったな。あ、そしてカブさん、今スリムが月に着陸しましたよ。おめでとうございます。日本をかつて世界で5番目の国になりました。すごいですね。嬉しいですね。眠いけど見ていてよかったです。うわ、ちょっと出かけてましたね。さっきコメントあったんですけど、今ちょっとコメント始めてみたんで、うわ、歴史的瞬間見れなかったな。でもちょっと後で見てみようかな。おめでとうございます。カブさん、スリムが着陸できてよかったですね。無事だといいですね。成功すれば世界初のピンポイント着陸が成功したかどうかは1ヶ月くらいかかるそうです。成功してほしいですね。月のウサギの片耳の部分らしいですよ。ほほ。あ、そうなんだ。でも世界5番目の国になれたからよかったですね。月のウサギの片耳部分に着陸したんですね。なるほど。じゃあその辺をちょっと今度見てみようか。はい、そして教えていただきましたけども、 YouTube 日テレニュースに切り替わりました。パソコンみたいな画面が立つ左上に MLM と出ました。月面に着陸したようです。一旦動画を止めて、本当に月面着陸をしてれば引き続き会見が行われるそうですということみたいですね。 MLM っていうのは、これ着陸を意味することなのかな。カブさん、月のそばに見えたのは18日に接近すると言っていた。で、木星だと思いますよ。あ、木星なんだ。あの月に日本の飛ばした、探査機が行ったんだと思うとワクワクしますね。いや、そうですね、確かに。ってことは、そうですね、確かに見ているときにもう向かっていたということですもんね。ってことは、すぐそばに木星も見えて、もうあったっていうことかな。ね、おそらくね。あ、でもちょっと遠いか。あ、じゃあ今回の無人ですよね、確かね。